おはこんばんにちは。ゆっくり霊夢です。マリサだぜ。2021年最後の霊から始める YouTube シリーズやっていきたいと思います。今回は、今年のゲーム業界のトピックを確認していきながら来年以降の展望をしていくのぜ。転売ヤー撲滅計画も進めていくわよ。まあ、それも我がチャンネルでは大きなトピックなのぜ。今年も散々な目に遭っているからね。転売については、日々新しい情報が出ているからな。それも腹立たしいわね。落ち着け、霊夢。サブスクサービスの充実など今後の未来を確認する上でも重要なトピックもあるのぜ。ご報告しないといけないこともあるしね。今年をしっかりまとめていくのぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まず一番のトピックは今年も PS5 が買えなかったことだな。転売価格も高騰していて、絶望的な状況ね。このチャンネルでも再三お伝えしているが、世界的な半導体不足で生産が滞っているのぜ。それと転売ヤーのせいね。もはや転売によるリザヤが3万円になるなど、ゲーム機ではなく商材化してしまっている。しかもそれが海外に流れているとの噂もあり、日本市場としては見通しが暗すぎる。ソフトも絶望的に売れていないわね。わかりやすいデータだと11月にソフト累計販売が40万を超えたようなのぜ。一桁数字を間違えていませんか？本体は100万台は出ているわけだから、本体1台につき1本も売れてないじゃない？これは転売ヤーの買い占めによる影響も大いにあるだろうが。あるだろうが？他の要因を考えるなら、PS5 が PS4 の介護感を持っていることと PS4 からのアップグレードもあるからだな。それにダウンロード販売も PS は年々比率は上がっている。それにしたって少ないとは思うけどね。任天堂スイッチソフトの売り上げと比べてしまうと圧倒的に見劣りするからな。PS5 ソフトたちはマリオパーティー1本の売り上げに勝てていない可能性があります。そう考えると、本当に恐ろしいな。もっと有力ソフトが出てこないといけないわね。来年には、エルデンリング、や、グランツーリスモ7、などの有力タイトルの発売も予定されている。どちらも発売が延期されて、やきもきさせられているわね。自粛の影響もあり、ソフト開発にも支障が出ているということだな。エルデンリング、はフロム、ソフトウェア開発の完全新作のアクション RPG だし、期待感がマックスです。フロム作品の中でも過去最大級のボリュームを誇る作品とのことだからな。他にもファイナルファンタジー16やなんならドラクエ12も PS5 で出れば完全に盛り返すことができるわね。本当にそうなれば、何の問題もないだろうが、今の状況だとかなり厳しいと思うのぜ。メーカーも商売だから、ちゃんと売れないと意味がないものね。バイオハザードビレッジも PS5 だけで出ていたとしたら、売り上げは悲惨なことになっていただろうからな。結局のところ、現状では暗い予想しかできないのね。それでも、ユーザーとしては冷静に状況を見て判断していけばいいのぜ。情報を集めて、勝ち馬に乗ればいいというのは以前の動画でもお伝えしていたものね。そちらは概要欄にリンクを貼っておくので、よろしくなんだぜ。そういえば、転売でも新しい情報があるのよね。12月25日に家電量販店のビッグカメラが特に転売対策をせずに店頭販売し、転売ヤーがこぞって購入してしまう事態となり、案の定、炎上しているのぜ。これは擁護できないわね。これだけ転売が問題になっているのに。購入に特に制限もないので、転売ヤーたちがループして買っているなどとも言われているな。もうビッグカメラではお買い物はしないわね。霊夢のような考えになる人が多いということを想像できていない時点で商売人としては失格だな。転売ヤーはお客様ではありません。バイ、任天堂。少なくとも継続的にいろんな商品を買ってくれるいわゆる良客にはならないからな。転売ヤーは黙っていても売れる商品しか買いません。今回のようなことが続くことが、業界自体の衰退を進め、結果自分の首を絞めることを理解してほしいのぜ。今後も転売ヤーからは絶対に購入しないようにお願いいたします。それと海外への流出も危惧しないといけないな。確か、中国に流れているのよね。他の国の可能性もあるが、中国が有力だろうな。中国でも販売はされているが、ゲーム規制が厳しいからな。規制のない日本の製品を狙っていることになるのぜ。そもそも、北米や欧州に出荷を優先させていて数が足りないというのもあるわよね。
Xbox に対抗するためにも、北米などを優先しており、少ない出荷数の日本の PS5 は転売ヤーに買い占められ、市場が盛り上がらないので、さらに出荷数を絞られるという構図になるな。本当に結論は暗い話になるのね。とはいえ、サブスクサービスの拡充も来年は予定されている。こちらは PS5 がなくても大丈夫だから安心ね。来年はサブスクサービスにももっと注目していくのぜ。少しでも明るい話題をお届けしたいです。さて、次は任天堂スイッチについてだな。新型が10月に発売になったわね。有機EL 液晶で色鮮やかな発色が魅力だな。他本体ストレージが倍増していたり、有線LANに接続など細かな改良点があるのぜ。それでもさすがに、購入し直そうとは思わなかったわね。基本的に据え置きで使用するなら、そこまで大きな違いはないしな。でもこの新型については、転売ヤーが爆死してくれたので非常に嬉しかったわね。需要を読み違えたのに加えて、任天堂も大量生産、小売店の転売対策もあり。現状では、任天堂スイッチの転売はほぼ終了したと言っていいのぜ。ソニーさんも見習ってください。そして、現在でもポケモンのダイパリメイクに加えて、来年にはアルセウスの発売が予定されている。シリーズ初のアクション RPG だし、こちらも期待しております。さらに10月には任天堂オンラインの追加パックで任天堂64とメガドライブソフトが遊べるようになった。あつ森の DLC もおまけでついていて、こちらも忙しくなりました。12月にマリオストーリーが追加され、来年にはバンジョーとカズーイの大冒険も追加予定なのぜ。価格以上のパフォーマンスができそうね。もはや、遊ぶ時間の確保だけが大きな問題になりそうだな。来年も任天堂様にはお世話になりたいと思います。さて、来年も有力なゲームタイトルのリリースがあり、ゲーマーとしては忙しいことになりそうだが、我々もご報告しておかないといけないことがあるわね。ようやく、ゲーミング PC を購入したのぜ。かなり値は張ったわね。ASUS のノート型になるのぜ。179,800円でヨドバシカメラで購入させていただきました。半導体不足で現状買い時ではないが、来年のためにもといったところだな。今後もヨドバシカメラ様にはお世話になります。これで来年のゲームライフはさらに環境が向上するわね。周辺機器も揃えていかないとな。楽しい悩みになりそうね。合わせて、動画制作環境も向上するので、こちらも年内にはまとめてご報告させていただくのぜ。今後とも精進してまいりますので、来年もどうぞよろしくお願いします。いかがだったでしょうか。今回は、今年のトピックを確認しながら語ってみたのぜ。来年も勉強は続けていくのね。まだまだ若輩者だからな。今後も発信をしていきながらお勉強していくのぜ。このチャンネルでは有意義なゲームライフのための情報提供をしてまいりますので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。例から始める YouTube シリーズを、日曜日に更新しているので今後ともよろしくなんだぜ。